4月に行われた全国学力テストの結果が公表され仙台市以外では全教科で全国平均を下回りました全国学力テストは学力や学習状況を調査し指導に反映させるため文部科学省が小学6年生と中学3年生を対象に毎年行っているものです国語と算数数学に加え 中学校では英語も出題され県内ではおよそ3万4000人がテストを受けました県全体の小学6年生の正答率は国語が66%算数が60%中学3年生は国語が70%数学が48%英語が44%でした仙台市以外の市町村では 全全教科で全国平均を下回りりその差はポポイインントトから7ポイントありました特に小学6年生の算数と中学3年生の数学はワースト2位と全国平均より5ポイントから7ポイントを下回りました子どもたち一人一人の学力を確実に伸ばす取り組みそして小中学校の先生方一人一人の授業改善 という部分をしっかり進めていかなければならない。